皆さんこんにちは。地域おこし協力隊の橋本です。今回はボディメンテナンス講座4回目の動画ということで、今まで健康についてだったりとか姿勢とか運動についてのお話をさせていただいたんですけれども、本日はその4回目で、一番今、運動器疾患って言われる中で多い症状の腰痛、膝痛について本日はお話ししたいと思います。でまず、腰痛、膝痛、これ結構高齢の方も含め、若い世代でも、僕も経験がある症状になるんですけれども、これの原因って結構意外と知られてないし、未だにわからないことだらけになります。で、大きく、今日はもうホワイトボードにあらかじめ書いてあるんですけれども、原因が大きく分けて3つかなっていうところからのお話をさせていただいて、プラスしてですね、その腰痛を改善したいとか膝痛を改善したいっていう場合に、どういった運動だったり、どういったストレッチをして、自宅とか、家庭でやったらいいのかっていうのを、説明していこうかなというふうに思います。でまず腰痛、膝痛の原因として一番多い3つの、事例なんですけれども、不良姿勢、姿勢が悪い方に結構、腰痛は多いです。で、これはなぜかっていうと、やはり、背骨っていうのがこう S 字のカーブを描いてて、それがこうクッションになって、衝撃を吸収したりとか、いろんな動きを、バランスを取るために、姿勢をこうキープしながら、いろんなところにこう力を分散させていくっていうのがあるんですね。ただその姿勢が崩れてくると、そのかかってくるストレスが、腰、特にこの股関節周りですね、ここら辺にすごく集中してくるというのがあります、体の構造上。なのでまずこの骨盤周りだったり、この背骨の位置を整えてあげるっていうことがすごく大切な、ポイントになってくるんですけれども、姿勢に関しては前回の動画でもちょっとお話しさせていただいたので、今回割愛をします。で、その姿勢を良くするっていうことがすごく大切だっていうふうにお話をしたんですけれども、姿勢を良くしようと思ってなるものでもないです。気をつけてて意外と姿勢をピンとしている姿勢がストレスになっている場合もあるんですね。なので姿勢を良くするっていうことは、やっぱりその筋肉の状態を正しい位置、正しい状態に戻す、リセットするっていうことがすごく大事になります。なので、ここに関してはエクササイズ、あとはやっぱりストレッチ、マッサージも含めそうなんですけども、まずは筋肉の状態を良くするっていうところから、始めていくことがまず一番大事になってきます。でもう一つ、この2つ目の運動不足ですね。今結構デスクワークがやっぱ多いですし、結構、このコロナの影響もあって運動をしないでこうじっとしている機会というのもすごく多いと思います。そうなってくると、やっぱり人間の体って、人間自体動物なので使ってなんぼっていうところもあるんですね。なので、筋肉の状態が使わないとどんどん硬くなって血液の循環も悪くなるし、そうなってくるとどうなるかっていうと、そこを動かそうと思って今まで動かせてたことが脳からの指令が行きづらくなります。そうなってくると、今まで使ってた筋肉が使えなくなって、でも自分の意識としてはその筋肉を使ってるっていう状態なんですけども、全然使えてなくて、一番使いやすいところに全部力が集中しちゃって、それが原因で腰だったり膝が痛くなるっていうケースすごく多いです。でもう一つがですね、このストレス、これ意外と、なんでストレスって腰痛とか膝に影響があるのっていうふうに、よく、僕も運動指導してた時によく言われてたことなんですけれども、ストレスがたまるとどういうことが起きるかっていうと、まずストレスって、交感神経、副交感神経っていうのが、交互に人間っていうのはスイッチが入って、自律神経はそうやってこうバランスが取ってるんですけれども、ストレスがかかると常に興奮状態に、交感神経が優位に働く状態が続くんですね。でそれが続くとどうなるかっていうと、体の筋肉を緊張させるっていうことが起きます。そうすると、例えば肩に力が入ってくると、力が入っているところにが上に行けば行くほど重心の位置が
上に上がってきちゃうので、それをカバーしようと思うと結構腰とかこの下半身のももの表とかにすごく力が入りやすくなって、それが原因でこの関節を固めるっていうことが起きやすくなるんですね。だったり、あと結構その心の部分、まあ気持ち的な部分なんですけれども、なんかイライラしてるとか、なんかすごく嫌な気持ちになったりとかしてると、結構お腹の調子が悪くなったりっていうこともあったりするんですけども、お腹の調子が悪くなると、まあ内臓って筋肉と結構神経でこう繋がってる部分があるので、それが原因で筋肉の働きを悪くするっていうこともあります。でそれが引き金になって腰痛になるっていうことがすごく多かったりもするので、できる限りこのストレスを、まあ、溜まってるならばそれを解消するようなことをしてあげるっていうことが日常生活でも必要になってくるかなというふうに思います。まあ大きく分けてこの3つになってくるんですけど、まあこれをまあじゃあ改善すればある程度今よりもいい状態になるんじゃないかなっていうところに、まあ、行き着くんですが、まあ、実際、まあ、ちょっとここの隣に絵を描いたんですけれども、これは背中ですね。人間の背面の部分を描いてるんですけれども、人間の体の筋肉、大体腰痛ってこう腰を押さえることが多いんですが、実際意外と痛みが出てる場所っては腰じゃなくて、このお尻、このお尻の筋肉、がすごく緊張が強くなったり炎症を起こしているケースってすごく多いんですね。まあ、プラスしてこの背中、肩の力が入りやすくなると背中の筋肉の働きが悪くなります。なので背中の筋肉が動かなくなるってことは肩甲骨も動かなくなってしまうので姿勢が悪くなるし、背骨の動きも悪くなってくるので、どうしても背中を使わなくなってくるんですね。そうするとやっぱり緊張しっぱなしの筋肉って本当に伸びなくなったゴムと一緒に、何か伸ばそうとした時に筋肉の繊維がブチって切れたりします。傷ついたりします。でそれが炎症となって痛みとして出やすくなるので、できる限りこの背中とかこのお尻周りの筋肉っていうところをほぐしてあげたりリセットすることっていうのがすごく大事になります。で結構腰、膝、まあ、今回膝も入っているのでお話をすると、このお尻周りの筋肉をほぐしてあげて骨盤の位置をリセットするだけでも結構膝の痛みが軽減する傾向多いです。なぜかっていうと膝って単独で動かす関節ではないんですね。どっちかっていうと股関節を動かしてその補助として動く関節でもあるので、できる限りこの股関節周りを柔軟にしていい状態に筋肉を保ってあげるっていうことが、膝の痛みを軽減する、一つの方法でもあります。もちろん外傷として外側からのストレスで膝が痛くなるっていうこともあるんですけれども、そういった場合でもやっぱりこの股関節周りの動きを良くしてあげると膝の痛みの抜け方が早くなったりとか、もちろんその腰痛になりにくくなったりっていうところにもつながってくるんですけども、ここがすごく重要な、この股関節の要になってきます。でちょっと余談で話をするとプラスしてこの足首ですね、まあ、足首というよりもこの足の関節、足の裏だったりかかとの位置がずれるだけでも膝の位置っていうのは結構ねじれたりずれたりするんですね。じゃあそれがあるとどうしてもこっちを良くしてもこの下の足の関節が正しい位置にないと膝がねじれた状態になったままになるので膝の痛みがなかなか取れなかったりもします。なので結構足裏のマッサージだったりとか、まあ、指をこうほぐすとかそういったことも、まあ、お風呂に入ったついでとか少しなんかこう座ってリラックスする時間があるならばそういう時にちょっと触ってあげるっていうことをするだけでもだいぶ違うかなというふうに思います。まあ、ここがまあ今大きく分けて、まあ、ざっくりと話した内容にはなるんですけれども、この背中とお尻、ここの筋肉をじゃあいい状態にしようっていうところが、まあ、腰痛と膝痛改善の
一番大事なその運動とか、まあ、あとストレッチとか、まあ、そういうところで改善できる方法に一番いいおすすめの場所になります。で、まあ、ちょっと一つちょっと付け加えて、この運動不足のところに使いすぎっていうふうに書いておいたんですが、この使いすぎっていうところも一つこれ腰痛とか膝の痛みにつながる部分もあるんですけども、これは筋肉のバランスを僕は、まあ言っています。で、何かっていうと、ももの表とももの裏、ここって筋肉の状態をお互いが引っ張ったりしながらバランスをとってるんですね。なんですけども、もも裏っていうところが結構人間の体っていうのは使いづらい、筋肉になります。主に結構もも裏っていうのは走ったりとかジャンプしたりとか、何かこう登るときにしっかりグッと踏み込んだときに使う筋肉でもあるんですけども、実際のところ結構使えてないケースすごく多いんですね。なので、ももの表ばっかり使ってるとこっちだけ強くなって、こっちがもも裏だけが弱くなって、それが原因で膝が痛くなるっていうこともすごく多いです。なので、使いすぎてるところはできる限り使わないようにしてあげるっていうことも、体のバランスを整えて痛みを軽減させる、一つの方法にもなります。なので、まあ、これから、実際にエクササイズを、紹介しますので、まあ、それをぜひ参考にしていただけたらなと思います。では実際にエクササイズに移っていきましょう。はい、では早速エクササイズを、ご紹介していきたいと思います。で、まず、本日はですね、まあ、ストレッチを2種目で、運動、まあ、筋肉のその機能が落ちている筋肉を回復させる運動を2種目、ご紹介したいと思います。で、これは腰痛とか膝痛かかわらず、結構いろんな方に、まあ、姿勢を良くしたいとか、まあ、そういう方にもすごく共通する部分でもあるので、まあ、ぜひ、お家でやっていただきたいなというふうに思います。で、本日はですね、この本当に股関節周りの中でも一番硬くなりやすい筋肉ですね、特に、まあ、股関節の中でも重要と言われているのが、このお尻の、まあ、大臀筋って大きい筋肉があるんですけども、こことこのもも裏、もも裏のこのハムストリングスっていう筋肉があるんですけど、ここの2つを伸ばすストレッチをご紹介していきたいと思います。で、腰痛の方に関してはですね、結構お尻を伸ばすのがすごく辛かったりするケースが多いので、2回目の動画でご紹介しました、ボールをお尻に入れてコロコロ転がす、運動なんかをやっていただくと、よりお尻の筋肉がすごくほぐれやすくなって、それだけでも結構腰痛改善されるケースもあるので、ぜひ、2回目の動画をご覧になって、実際にやっていただけたらなというふうに思います。で、本日はですね、ストレッチですので、まあ、実際寝た状態でできるものをご紹介していこうかなと思うんですけれども、仰向けになっていただいて両膝を立てます。で、伸ばしたい方の足を立ててる足にかけて、だいたい外くるぶしが、足がちょっとはみ出るぐらいの位置ですね。で、足をかけたらば、このかけた時に足のかけた足と立ててる足の真ん中に三角形ができるんですね。そこから手を片方入れます。で、もう片方外側から、で、立ててる足を抱えて、その足をそのまま胸へ引き寄せていきます。これがお尻のストレッチになります。で、呼吸を止めずにゆっくり深呼吸しながら、約30秒ぐらい伸ばしていきましょう。で、これを伸ばしているときに、このお尻の位置がちゃんとしっかり伸びていれば OK です。ここは反対側も同じように、足をかけて、足を抱えて仰向けになって足を引き寄せる。だいたいここら辺の筋肉が伸びてくるので、ここが伸びてるなって感じれば正解です。これもだいたい30秒ぐらい、呼吸を止めずに、だけ1分ぐらいですね、こうやって伸ばしてあげると、お尻の筋肉がスイッチされます。で、もう一つ、今度はもも裏になるんですけれども、もも裏
に関しては結構硬い方が多いですし、僕も結構硬い筋肉になります。足を片方伸ばしたい方の足を上げてもらって、膝裏もしくはふくらはぎを持ってギューッと自分の方に引き寄せるっていうストレッチ、これで十分です。でこれが大変な方はタオルを足の裏にこう引っ掛けてギュッと引っ張ってあげると、それだけでも結構ストレッチができるので、まあ、今日はちょっとタオル使わないんですけれども、もうこのふくらはぎを持った状態で自分の体の方へ引き寄せてあげるっていうストレッチですね。これをやってあげるとここのもも裏が伸びます。これも同じように呼吸を止めずに、約30秒ぐらい伸ばしてあげてください。でこれは終わったら反対側も同じようで、これで30秒っていう風な形でもも裏のストレッチをしていきます。まあ、ここまでがストレッチになるんですけれども、ご自宅でもできる、簡単な方法です。まあ、他にも方法はあるんですが、だいたい寝た状態でできるもの、まあ、お家の中で結構ちょっと少しゆったりとした時間とか寝る前とかにできるようなストレッチをご紹介してますので、ぜひ実践してみてください。で次はですね、今度はお尻の筋肉を鍛える、まあ使っていないお尻を復活させる運動になります。それがヒップリフトというエクササイズになるんですが、これも仰向けの状態で両膝を立てていただいて、で大体膝の真下にかかとが来るようなイメージですね。で、足幅なんですけれども、腰幅ぐらいに開いてやるっていう方法もあるんですが、今日はですね、内もももちょっと一緒に使ってあげることでお尻って力が入りやすくなるので、足を閉じちゃいます。ピタッと膝と足をしっかりくっつけた状態で、その状態で鼻から息を吸って準備をします。で息を口から細く長く吐きながら、肛門をキュッと締めながらお尻から徐々に上げていってください。上がるところまで、でしっかり上げていった時に自分のお尻ちょっと触っていただいて、あ、ちゃんとお尻に力が入ってるなっていうのを確認していただいて、入っているところまで来たらそこで一回キープをして息を吐き切ってください。で吐き切ったらば息を吸って戻していきます。で完全にお尻を落とさずに少し浮かせた状態です。そこからもう一回息を吸って吐きながらお尻を締めた状態で上げていきます。でもう一回息を吸って戻す、吐きながら上げていく。膝が開かないようにしっかりくっつけたままお尻を上げていきましょう。ゆっくり下ろしていきます。吸って、吐いて上げていくっていうのを、大体10回を3セット目安としてできるといいですね。それを、まあ、1セット終わったらちょっとお休みして、またもう1セット、それで終わったらもう1回休みしてもう1セットっていうふうに計30回ぐらいを目安にやってもらえると、まあ、使っていないお尻もだんだん力が入っているのが分かってくるので、まあ、それをぜひ継続してやっていただけたらなというふうに思います。でもう一つ、これは膝とか腰、まあ、両方に共通するエクササイズになるんですけども、スクワットです。でスクワットって一般的に結構こうしゃがんで膝を曲げて体を落とすっていう風なイメージが多いんですけど、股関節を使うっていうのもすごくスクワットは重要です。なので一般的って言ったらおかしいんですけども、こう皆さんが大体こう本とかで読んだりとかして見るスクワットではなくて、今日は体をしっかり前に倒していく、でももとこのお腹をくっつけちゃう、こういうスクワット今日はちょっとやっていこうと思います。で方法なんですけれども、まずはこのお尻を後ろに引くと同時に体、上半身を前に倒してお辞儀をしてしまいます。
深く上半身を倒してしまって全然構いません。で、この下っ腹とももの付け根、まあ、お腹とももがくっつくぐらいまでいったらば、そこから立ち上がる。もう一回いきます。お尻を後ろに引いていって、ももとお腹がくっつくぐらいまで上体を倒したらば、そこから立ち上がる。で、この時に注意してほしいのはこの膝の位置ですね。体を落としていった時にだんだん膝が内側に入ってきちゃうのが結構多いんですね。そうなると膝にストレスがすごくかかってしまうので、なるべく膝とこのつま先がちゃんと一直線になるように意識して、引いた時も膝の位置が変わらないように。で、立ち上がる。お尻を後ろに引いて、ももとお腹をくっつけるようにして立ち上がる。これも10回を3セットを目安に。で、スピードなんですけれども、体、まあ、お腹とももをくっつけるときは3秒ぐらい、1、2、3で、立ち上がるときは1で立ち上がっていただいて結構です。もう1回1、2、3で、1で立ち上がる、1、2、3で立ち上がるっていうような形でやっていただくと、膝に負担もかかりづらくて、腰も、腰に不安を抱えている方もすごくやりやすいエクササイズになってきます。なので一番のポイントとしては、この膝があんまり前後に動かさないようにっていうのが、これが一番重要になってくるんですね。なので必ず股関節から動かしていくスクワット、何か物を取るときもこういうふうに抱え込むと、しゃがみ込むと腰に負担がかかりづらいし、膝も痛みづらくなるので、こういったことを体にインプットさせてあげる、こういう作業がすごく大事になってきます。はい、本日は4種の、エクササイズ、まあ、ストレッチとちょっとしたトレーニングを、ご紹介しました。まあ、これもお家でも実際に結構できる、種目になってますので、ぜひご自宅で挑戦してみてください。はい、本日はここまでになります。ありがとうございました。